佐藤のなんちゃラジオこんばんは佐藤の幸子ですともこですさみです 今回も始まりましたなんちゃらラジオです。はい。よろしくお願いします。します。今回からオープニング変わって。前回のジングルいジングルオープニングタイトル。ああやりました元気のやつだけ。元気なやつ。歌詞取りのやつかなんか変わってます。はい。はい。新規って四月。あそっかリニューアルって感じですね。四月もうもう終わりだけど。後半だけど。 5月にかけて、うんうん、はいああということでよろしくお願いします。ます先週私北海道に旅行に行ってきました。ねてましたね。はい、すごい本当に食い倒れ、うん、食い倒れ食い倒れした。<laughs> 初の北海道だったのうんで。やっぱ北海道って言ったらなんていうの。うん 食べるのいっぱいあるじゃんそのイメージは本当そうだよね一番強いかも美味しいもんだだけ名物がさいっぱいあるじゃん全部食べたと思う海鮮から海鮮からラーメンラーメンも食べたャガーバタジャガバタがラーだ 地味ほんとにおいしすぎておいしいでしょやばかっただってじゃがいももさ名産じゃんバターもさ牧場あるしさそうそう本当においしかったねあと一緒にそのじゃがバターと一緒に食べたイカの肝焼きみたいな肝と一緒に肝の入ったタレというかそれで一緒に煮詰めたやつ 本当においしくてやばそう<や>それはどういうところですね,ねどういうところで食べるのそれは居酒屋で食べたね本当ほんとはカニとかを食べたかったあカニだけ食べてないわあそうなんだカニはやっぱりちょっと手が出せないネタだねほんと高かった,たか高そう高くてちょっと躊躇しちゃいましたねう ジンギスカンもジンンギスカも食べてああどうだった美味しかった違う肉厚で部位ごとに柔らかさとかもジンギスカンとか本場食べてみたいねやっぱいっぱいある絶対あるよねいっぱいある札幌にもあったし私は函館で食べたんですけど美味しかったね食べ放題にしたからしかもあそうなんだそう食べ放題のお店でもう思う存分うん 結構東京でジンギスカンをさ何回か食べたことあるんだけど結構高いんだよジンギスカンって。満足いくまで食べれないやっぱちょっと値段とちょっと相談しちゃうみたいな感じででもちょっと遠慮がちに食べても一人4000円ぐらいいっちゃったりするんだよ東京で。 でもそれぐらいの値段で、うん、すごいお腹いっぱいまで食べれた、うんうん、食べれた最高じゃん最高でしたね、うん、むくみマックスむくみマックスはねもう糖質 <laughs> もう今私の体は全部糖質でできているっていうのが、うんうん <laughs> わかる違った顔が違ったね顔が違う顔がもう日に日にまん丸になってってへえ顔に出るんだよ私ほんとにこれは水分じゃなくて糖質でできてるなっていう質感になってたよねそう体にいたと体もちょっと重くて重ずんと。 して、でも食欲だけはあるみたいな。<laughs> うん、あその食欲だけを頼りに毎日食べまくってましたけど。いや、いいね。うん。石狩鍋は。石狩鍋。食べてな。鮭の鍋。ああ、食べてない。あ<ー>あそっか <laughs> 北海道だっけか。そっか。あ,<ー>あ、それは全然なんか、マークしてなかった。まあね。まあまあ、うん。そうだよね。でも焼いた鮭。 食食べべててなななかった鮭はいサーモン刺身では食べてたけど朝食フェはそれが本当に最高で北海道ってすごいっていうよねすごくてすごいんだよ本当にもう戦争が起きてるらしい朝食ビュッフェ戦争ビフェ戦争で本当そんぐらいの気合いが。 入ってた海鮮丼、うんうんうんみたいな海鮮丼作り放題みたいな、うんうん、えの気合がすごくて、そうなんだ。いくらがすごくない？そう、いくらがすごくて。でまず私はいくらを空港とかで売られてる値段を見て高いって思ったの。ああ高いなと。本当に少量で四千円とか。いくらって高いんだね。めっちゃ高くて。そうなんだ。 買おうと思ってたけど、これちょっと買いづらいなとか思うぐらい高かったの。だけど、そのビュッフェで。え、これで四千円ぐらい軽く。いっちゃうんじゃないっていうぐらいの量、乗せれちゃうから。すごいよね。すごい。朝食なのにっていう。でも朝食いいね。いくら食べるの。そう、食べ食べちゃった、いっぱい。最初はいくら丼だけにして。次は海鮮丼。 にしてみたいな。朝って結構食べるもんね、ともちゃん。えそういう時アミシ大丈夫な行くよ。そういう時は行くよ。そういう時は行くのよ。そういう時は行く。物によっては行くって。物によって行くね。それはさすがに言ってもらわなきゃ困る。絶対行くね。私も叩き起こすそれはアミシ。え嘘。アミシこれは絶対行くべきだよって叩き起こすけど。 すっごい並んでた朝食もやっぱそうなんだ入るまでも並んでたしすごいへえいやすごかったそれで海鮮丼はもう全部自分の中で満足いくまで食べたと思ってたからその後は海鮮丼とかは食べずにそうなんだねお寿司とか 海鮮丼んなんかねいろいろ調べてて YouTube とかで、うんうん、海鮮丼は、うん、な,んかなんとか市場とかで食べると、うん、ちょっと割高<ー>結構割高2,000円以上出さないと、うん、ちょっと食べれないみたいな。うんうん で場所によっては結構これで2,000円とかもあるみたいなの YouTube でねそういうのいっぱい教えてる YouTube があるのよ、うん、海鮮だけを紹介,、うん、紹介する海鮮 YouTuber you がる <laughs> いるからそれで全部見て、うん、ああそっかと思ってじゃあ海鮮丼は、うん、じゃホテルの朝食で楽しもうっていうことで、うんうん、そこでもう満喫してうん、うん、あとは。 お寿司。お寿司食べれたらもうオッケーだね、はい。お寿司最高だった。<ー>本当にトリトンっていうところに行って。うん、教えてもらったとこですよね。教えてもらった。えっと、僕大阪で対バした。大阪で対バした岡山さんのサポートドラムをしていた、うん、北橋さん、うんそう。北橋さんに、うん、その 大阪ライブの打ち上げの時にいろいろ教えてもらって北海道出身北海道に北海道出身ってことでいろいろ教えてもらって結構教えてもらったところをメインに行ったりしましたねスープカレーシャララとかよかったに教えてもらった本当によかったほんとによかったしかもなんかインスタでこうラッキーピエロっていうメンバーがそうそうそう そこも行ってその時の写真をストーリーにあげたら函館にたいなメッセージくれて北橋さんがそれで明日はトリトンに行きますみたいな返事したらトリトンはエビのお味噌汁が本当に美味しいのでぜひみたいなそうういまたプチ情報までいただいて本当に美味しかったですエビのお味噌汁なんて食べたことないもう届いた瞬間もエビの香りが えー、あ,あいいな最高だったういいねうん満喫して、うん、満喫してきたんだけど、うん、ちょっとね、うん、ちょっとこのモヤモヤは何だろうみたいなちょっと出会いがあって、うんうん、ちょっとね、うんうん 小樽に行ったのに行ったのが結構夕方過ぎでもうお店が閉まってたのねどこも別に良かったの小樽ってんか有名な景色があるじゃんんか夜景が夜景じゃなくてんか倉庫みたいなああバーッてなってるような川沿いにああ分かった別にそこで写真撮ったりして楽しんでたので楽しんでたらなんか おじいさんが話しかけてきた1名若干1名んかもうこの時間じゃ何もやってないんだよみたいなああでもまあやってなかったですねみたいなまあでも回ってきたんでよかったですよみたいな言ってああちょっとんか大丈夫かなみたいなどっちだろうみたいな親切な人か面倒な人かどっちだろうみたいな思いつつもちょっと 答えちゃったからそしたら、間髪入れずにあっちの方行くとまだボート乗れるよみたいな言ってきてそれも知ってたの、一周してきたから、私知ってる情報やからあね並んでましたねみたいなはい、はいみたいな言ったらどっから来たのみたいな東京ですみたいなそうなんだみたいなラーメン食べたみたいなすごいスピーディーなの、間髪入れずに。 あ、食べましたよ、うん、みたいな「えどこ行ったの?」みたいな言ってあ「どこどこです」とか言ったら「うん、あそこか」みたいな「うん、ラーメンだったら本当はあそこが良かったよ」みたいな、うん、とか言って「はあ、うん」みたいな「うん、あはいあそうなんですね」うん、みたいな。で あとはスーープカレ行ったたみいなきましどこどこシャララっていうところ行きましたっつったら「えみたいな「スープカレーだったらあそこがいいんだけどね」みたいな全部自分の知識全部上乗せしてきて極めつけはジンギスカン食べたみたいな「あ食べました」みたいな「どこで?」みたいな「函館で?」函館でみたいな「ああそこ?」みたいなどこどこの下の1階のみたいな。 そしたらそこだったから「あそこです」って言ったら「うわ最悪」とか言われたし「何何何です?」みたいな「知らねえようるせえな」ほんとにイライラしちゃって「あはいもういいです」みたいな言ってバーって別れたんだけどついてきてないけどそっからもやもやしちゃってやつくね腹立つみたいな。 でそれをそ,その人が言ってた、うん、そのお店って、うん、もうネットで調べればもう出てきてた<ー>一番本当にスープカレーといえばこれっていう、うん、それだったのね王道の知ってるよっていうさ、うん、北海道に行こうと思って調べたら出てきてたよみたいな、うんうん、でも自分たちでも。 私なりに私はここ行こうって決めたところに行って実際全部美味しかったそうそ、ん、う、ね、教えてもらったしさ、うんうん、いいじゃん、うん、美味しかったし、うん、と思って、うんうん、なんかイライラしてきて <laughs> <laughs> で最後の最後のその、うん、うわ最悪っていうのが何なの、ね、最悪っていうのがね。うんね 腹立、ね、つと思って別れた後にどん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 イライラしてきてなんかもっと言い返せなかっただろうかとかそ相手にしない方がいいっていうのも分かるんだけどうん、うん、本当にこういう人っているんだよなって思ってうん、うん、バチンと言っ,ってやりたいよう、ね、ってい分か,る、うん、なんかね京都でもあってそういうことがあって、うん、なんか、ね、そういう人に 声かけられやすいんだよななんかおじさんにおじさんおばその時おばさんだったんだけど<ー>なんか行きたかった喫茶店があって、うん、喫茶店に行ったら、うん、目の前に座ってるおばさんがいて、うん、なんか結構綺麗めな感じの人だったんだけど、うん、どっから来たのみたいなのが始まって、うん、最初はいいんだよね最初はなんかこう交流いい思い出になりそうみたいな。 いいんだけどそっからもうずっとその喫茶店にいる間ずっと喋りかけられ続け全部内容が今までの自分の成し遂げてきたことっ、うん、ていうのかな <laughs>、うん、自慢話なんだよ<ー>全部、うん、京都の話題とかじゃなくて、うん、全部こう自慢話。えー に発展させていくのが上手いのそっちの話に持っていくのがさ何なんだろうね上手くてで話がかけられるんだろうね話がかけやすいんじゃないやっぱ東京でもあるでしょ東京ではね割とその気を張ってるからそういうことに本当に会いたくないから一回でもあったよね川崎だっけどこあったっけ何だっけあ、マックであ、マックねそれはあったねなんかそういうのがやっぱあるから東京ではそのそれを経てもう私は 声かけにくいような感じの雰囲気で歩いてるからいいんだけどやっぱり旅行だと気が緩んでるのか話しかけられちゃうんだよね話しかけられちゃって別れた後にモヤモヤモヤしてきてそのおばさんはまだ別にそんなさいいんだけどそのおじさんは明らかにマウント取ってきてるのかさマウント全部言い重ねてきて。 一つぐらい受け入れろよみたいなねを一つぐらい受け入れてよくないあそこ行ったんだいいね会話じゃない会話じゃないのそう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 だけどそれの一つに選ばれちゃったの私がその対象にだって一人でうろうろしてるわけよそのおじさんは。 何がしたたかっそうやってマウント取る人を探してたわけでしょ。何かこうウインドブレーカーみたいなシャカシャカした薄いジャンパーにもうなんか全然どんなだったかも分かんないジーパンなのかチノパンなのか分かんないけどんかとりあえずはいてるみたいな感じで髪の白髪のおじさんなんだけど。 でもなんか次こういう人に会ったらどういうあれがこうそういう人に避けるのが一番さらっと流すのが一番ってのは分かるんだけどその人のマウントをより超えるなんかこう対策ないのかなって対策考え始めちゃってこの人もうちらなんか私の中で残るわけじゃんその人の思い出としてさ残るじゃん。 でもそいつには残ってないじゃんきっとうん、うん、マウント取ってやった、うん、中のメンバーの一人みたいな、うん、その人にもその印象を与えるような、うん、もっと上を行くマウントの取り方ってないのかなと思って、うん、マウントというかこう、うん、印象付けるなんかとかないのかなとか思って、うん、やり方やり方 そういう人にさ話しかけられてさ、うん、北橋さん言えばよかったじゃん,ん北橋さん、うん、北橋さんがいたらもう北橋さんがいたらよかったよね、うん、確かに論破みたいな北橋そう論破が一番、うん、どうなんだろうね、えー、どうする二人,人だったら気づかない人も中にもいると思うのこれがマウント取られてるっていうことに しん、まそうんうんね、そう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 そっちうっうそ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 んそこそう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 かうそ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 う 名物を行っていったみたいなねそこもあるかもねそれあるわそれあるジンギスカンで攻めるかみたいなんかノリ悪いぞ次行ってみるかみたいなそうだろうねラーメンから始まりい人なかったんじゃないそう言ってきたそうああはいみたいなね軽く流され るの向こうのイライラをかきたてで最後ジンギスカンに至ったっていう、それはあるかもしれないね。イライラを増させてしまってたかもしれないね。こっちの反応が知ってますみたいな反応が思えばじゃ、そうだね。イラ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 させたもん勝ちみたいな。いいのかな？気づく気づく気づくかなサッちゃんそのマウント取られてるって。 なんか気づかなそうじゃないさっちゃんはマウント取られてると気づかないかもしれないね、気づかなそう確かにその場合も切り上げたいなって感じ切り上げたくはなってくるはあ、そうなんですねやっぱさ、知らないそうだよねあ、そっかやっぱ知らないおじさんと話してるってだけでちょっとさちょっと嫌になってくるじゃん、どんどんと自己紹介もなくだからそこ切り上げたくなってくるっていうのはあるよね 切り上げるためにささささって感じで、あいつちゅうって終わるって感じ。かなじゃああんま内容聞いてないっていう感じかな。それぐらいがいいかもね。どうだよ。どっちもなんかどっちも言いたいことだけ言ってなんか別れただけみたいな。別れた。話特にそこに話特に何も生まれてないみたいなね。そうだね。うんどっちも内容分かってないみたいなね。 それぐらいがいいのかな。怖くない一人。いや、怖い怖い怖い。そうだよね。ちょっとそういうおじさんに声かける。うん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 。だから、そういうことあったら、もう話を切り上げることだけに専念して。サバサバ系。話を真に受けちゃいけない。話を聞りちゃいけないっていうこか。続けようと思っちゃいけない。一刻も早く終わらせる。一刻も早く。私はそのタイプ。え、どう、どうする?。そっか。そう。 でもスルーできそう私は本当にスルーできるもはや無視しそう私無視する無視する私はでも本当無視すればよかったと思って私は話したいと思わないもんそいつと会話一言すらも話しかけてくるなっていうのが分かって逆にそういうオーラ出してるんだよきっとあおじさん近づいてきてんの話しかけてくるだろうなてそしたら逃げなきゃ話しかけてくるなって思ったら逃げなきゃいけない私すぐ逃げる小走りで。 普通にファってあそう目合わせないと思うチラッと目見て、うん、なんか近づいてきてるなと思うからうんうんが、う、去、ん、ってくる私も去る<ら>そうだね絶対去るあっか来た話しかける前に去るもんそうだね、うん、なんかこの旅行しに来たこの場で変な人はいないっていう固定概念になっちゃってたんだよねだ小樽といううちに純粋な人が近寄ってきたんだみたいなそう変な人いないん <laughs> 近づいてきてることも気づかなかった正直その時はなんかもうそのもうこの時間になるとどこもやってないんだよってそれで「あっこいつが隣にいたんだ」みたいなそこで気づくみたいなだからどんだけ自分は小樽に集中しすぎて周りが見えてなかったっていうね それもちょっと敗因というかまあちょっとまあ敗因じゃないけど引き寄せた原因の一つ本当に観光客になっていた自分はなっていた写真とか撮ったりしてさまんまとそれを見られていたまんまと近寄られていたそうだな そこもの何かいるなと思いながら見とるもんとるとしたらあちゃんと周りにか見てる人いるからやっぱどんどんやめようかなみたいなそこがダメだったね甘いね好きがあったね好きがあったと思うそれはそれは悪いと思う自分もでもいいと思うまっさらで楽しんでたってことはいいでしょ だって小樽にあんなおじさんいるなんて思わないじゃん思わないね確かに思わないじゃんそんなマウントおじさんがさうろついてるなんて思わないじゃんあんな時間にできれば無視するよ今度はちょっと申し訳ないけど無視するああそうではあんま人を信用しちゃいけないと思う私は信用してないからそうだね東京では私そうなの本当にだめだどのチーもだめだめなんだね旅行で来てようが どこに行ってようが慣れなじみ人は人はダメだよ。慣れなしみ人ダメだ本当に。慣れなしみ人はもうするだよ。うん、無視させていただきますって絶対その方がいいと思う。面倒くさいことになりますよねたまになったりしますね。でも三人でその遠征行ってる時とかはないねそういうのは。やっぱベースってそういうのそういう点で強いかもね。楽器を揃ってるってだけで。 やっぱ話しかけづらくなるもんねティッシュとかもさ別に配られたりそれすらもなかったりするじゃんなんか荷物が多いっていうだけでちょっと荷物増やしちゃうかなみたいな思われてるかしれないけどその点いいよね楽器を背負えるとかそういうバンドの団体行動っていうのは安心ですよある意味。 確かに3人ではないかもね。ないよね。ない。皆さんなんかないですかねそういう旅行での楽しかったけどもやもやエピソードもやもやエピソードあったら本当教えてください共有したいですなんかもやもやが起こってしまったので。 みんな同じ経験あるよみたいなうんある,ある人いそうだねうんと取られたよみたいな人とかね聞、うんうん、いたらいそうじゃない、うん、教えてくださいのラジオエンディングよっはい今日はマウント話っていう感じになってましたけど、うん、なんかあるそういう 本当取られたことるね。はあるのかな多分あるんじゃない今まで気づかずに生きてきた結構まあ全部そんなないもん私もでも気づいてないのかなそう考えるとマウント取られてもそこまでイラつかない人だと思うの自分って後からもやもや来るの後からももやもや来ないただおじさんだったってのが一番の原因だと思う その人のマウントの取り方もダメだな全否定だった全否されるもんっていうのだよね全否定は良くないと思うよはいそれでやっぱそこですねそこなんだよやっぱ最悪だねそこ行ったんだそこいいねみたいなさう。ってくれたら全然オッケーそれはそれはいいよそれは会話じゃん本当にそこ行ったんだそこ美味しよねそれで自分の知識を言うならまだいいまだ全然いいよ それだよ、やっぱ会話ってそういうものだよね。はい、で北海道本当に良かったですね。本当に最高、ライブで行きたい。行ってみたいね。ねライブ、北海道、でうちらのファンってどれぐらいいるんだろうね。いるのいるかな。北海道に。いるのかな。北海道マジで行ってみたいね。行ってみたい。行きたい。一回も行ったことない、北海道。行ってみたい。 行きたいね。うん。行けるように、うね。ちょっと頑張りたいですね。と、うん、いうことで。はい、次回お会いしましょう。はい。はい、はい。それでは。佐藤でした。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。